よーイ、イエーイ。今回も、はい、始まりました、はい、長岡アプリ、はい、始まりました。やっていきたいと思います。今回の題名は、はい、はい、この三味線は、はい、一本の木ではなく、まあ一本の木、はい、まあ鉄材張っているわけではなく、はい、3つに分解ができます。はい、1個2個3個ですね、はいはい、だから持ち歩くときは大体3、そうですね、3つにね、3つ折りやってます、はいはい、持ち歩いております。はい、でこれを、うんうん、どうぞ。いやー、なかなかね、これ気づく人って少ないんでしょう。そうですね、もう1本もと思ってる人も多いと思います。そうそう、みんな1本やと思ってますね、うん、はい、でもこの、ほんと綺麗にこう、そうそう、つなぎ目がね、わからんように作られていて、はい、で、はい、もちろんあの違う三味線同士を合わすことはできないので、そうですね、はい、うん、っていうのもなぜかっていうのをここからちょっと分解しながら、はい、皆さんに見ていってもらいたいと思います、はい、どうぞ、はい、解説さんが今日、分解しますまずこのね、あのまず 糸巻きからこう外していきますね、はい、これね、はい、ピンって釣ったまま外すと外れませんの で、はい、で今外したのはこの駒を外しました、はい、はい、で根を外しまして、はい、でこれもまあ人それぞれなんですけど、ここの糸巻きにこう糸を巻きつけるっていうことをします、はい、はい、そうですね、次絡まらんように、まあ、綺麗にこう、はい、こういう形で、はい、そこから福さんが今からちょっと外していきます、うん、はい、今抜けましたね。まずここ1個目、はい、はい、1個目です。こういう感じですね、こういうはいですね、はい、はい、2個目、はい、抜けました、はい、上手です、はい、こういう形ですね、はい、はい、でさっき言った通り、このほぞとほぞ、はい、ここに、入れる穴、ぼこぼこ、でこぼこのぼこぼことでこぼこでこぼこや合ってんのかな、そうやな、そうそうそうが、はい、この三味線でしかはまらないですね、はい、他例えばこの真ん中の竿を、うん、この後ろのコザックのものと合わせようとしても入りませんし、はい、そうですね、もともとこの木は1本ですよね、うんうんうん、でそこからこうあの職人さんがこう、はい、やっててくれね、はい、作ってくれているので、もうこれでしか無理です。世界に1本、はい、1個しかできない三味線になっています、はい、そうです。こんな簡単に3つに分けられさせることができます、はい、で次に組み立てていきます、はい、次タモさん、はい、よいしょ、どうしよう、誰、うん、はい、あれ、これ乗っちゃったなこれ乗っちゃうか、ほんまやな、あ、逆やなこれがほんまに、はい、なあ、ね、逆にやったら恐ろしいことです、うん、で、このギュッとしながらやっていくのは、うん、ここギュッと入れないとあの間がね、ここ開いちゃうと、うん、そうですね、良くないの で、 そうですね、しっかり入れていきます、はい、はい、はい、もうボコって言った、カチッて言って、はい、で、その後糸を張っていきます、はい、このね、糸、あ、うまいことしますね、さすが、こっち向けて、こっち向けて、ああで、この糸張るときにこうちゃんとこう手をここにね、ピューって入れてやらんと、はい、そうですね、絡まって、絡まってぐっちゃぐちゃいない、はい、めっちゃ近いやん、うちら絡まって主張しとる絡まって、あのもうえらい時間かかるので、そうな時間かかりますね、うん、ここもう絡まれると大変です、はい、あとはもう糸をね、はい、キュッキュッキュッとして、タモさん全然見えてない、あ、ほんまや、どういうこと、もうちょい後ろ行く、まあ、いいか、立てながらできる、立てながら立てながら難しい、めっちゃ難しいこと言うやん福さん、こういうことめっちゃ難しいことたまに言うからなえ、これどうしようかな、見える方がいいやんな、うん、わかるかな、
分かるかな。今タマさんは糸巻きの糸を巻いております。あれ実況してくれてる。はい、綺麗にここで巻いていかないといけません、はい、糸巻きに、はい、これを3本ともいい具合でくるくる、音だけで聞こえてると思いますが、はい、くるくる巻いてる音が、はい、はい、今イチの糸に行きました。イチの糸を最後巻いております、はい、でこの時にちょっと、まあ、このそうですね、はい、でも先にこれ振動が、あ、そうかそうか、うん、あ、ここほら、まっすぐ糸なってるから、あ、そうだそうだ、そうや、忘れてた。はい、はい、で、この糸を張った時にかっこいい、糸を張った時にこことここが糸まっすぐかかってるかなっていうことをこのネオの部分からこう見ます。あ、めっちゃ職人っぽいね。すごいすごい、なんか狙ってんね。狙ってる。あ、これはいいな。で、はい、ほら、まっすぐに晴れたなったら OK ですが、うん、晴れてなかったらちょっとこう根をこう、根をこうくるくるしてよっこう、こっち側に、はい、して、はい、合わせます、はい、で、その後、コマをちょっと入れます。はい、入れます。はい、で、出来上がりです。お、ちょっと、まあ、だいたいすぐできるね、もう、はい、慣れたもんで、できます、はい、はい、うん、最初だいぶ手こずりましたけど、やっぱ怖い。このあ、私一回ほら、うん、解体してる時に、うん、ホゾのあのデコボコのデコが折れて、うん、そうね、死ぬかもしれない。でもそれも職人さんに出したら、うん、2万か3万かで、うん、あの継ぎ木みたいな、なんていうのあれ、はい、新しい木をにしてくれたんですか。そうやな、貼っつけて、貼っつけてくれた、うんうん、めっちゃ綺麗にしてくれて、うん、もう特に問題なく使えるようになりましたし、はい、まあ多少何かあっても、うん、まあ直してくれるんかな、まあね、うんうん、でもあれが治るってことは多分なん何でもいけそうな気がします、うん、気がします、うん、でも本当にもう繊細なものなので、はい、なんか様子を見してね、ガンとかやったらもうボキってすぐ折れちゃうので、うん、気をつけてやってますね、はい、そうですね、うんうんうん、なかなか難しいですけど、うん、もうやり始めたのは早いから、うん、はい、すぐできるので、うん、